はい、こんにちは。こんにちは。適当にまた紹介動画を作りたいと思います。この前ハードオフに行ったやつの残りと、あとおすすめですねというのを7枚ずつ紹介していきたいと思いますので、ご覧ください。まずヒップホップからですね。1枚目、ゴーストフェイスキラーアポロキッズフューチャリングレイコンですね。99年の作品なんですけど、まあ、後期のウータン系は僕はちょっとあんまりそこまで知らないんですけど、ちょっとこれハードオフで買ったものなんですけど、買ってみました。安かったもので。ゴーストフェイスキラーで言いますとね、ものすごくレイコンと仲がいいですね。これもフューチャリングレイコンの作品です。続きまして、ビリー・ビーのノータイムフォージョークス。これはちょっとアングラーになるんですけど、バトルブレイクスで有名なストーンズスルーというレーベルからっていうのはわかるんですけど、ちょっと情報が少なすぎてですね、おそらく2000年ぐらいのアンダーグラウンドヒップホップだと思うんですけど、まあ、とにかくかっこいいですね。何の情報もないんですけど、リミックスと書かれているリミックスバージョンがすごくかっこよかったです。続きまして、メーレー・ジェブライジ。このセブンデイズに入っている B 面のラウンド&ラウンドブルックリンファンクビーボーイミックスというのが良かったので買いました。これもハードオフで買わせていただいた商品ですね。90年代後期のメーレー・ジェブライジとなります。まあ、かなりアゲアゲな曲となっております。まあ、持ってなかったので買いました。次はですね、マーヴィン・ゲイのトラブルマンという、まあ、サントラですね。サントラの中に入っている T Place It Cool という曲が目当てで買いました。これはインターネットで買ったんですけど、僕の大好きなこれブレイクなんですけど、パーラルのスムースという曲の元ネタです。これちなみにジャケットがですね、こうやって開けるようになって、マーヴィン・ゲイの全身が見れるようになっております。で、続きまして、鈴木雄大のフライデーナイト、82円ですね。まあ、いわゆるシティポップなんですけど、まあ、これも主張して買いましたね。もともとすごく欲しくて、インターネットで買おうと思ってたんですけど、買う前にハードオフに行った時にたまたま見つけまして、安くで買わせていただきました。沢田研二の見せられた夜、これもハードオフで買わせていただいたんですけど、めっちゃかっこいいですね。僕、沢田研二がこんなにかっこいいのはちょっと知らなかったんですけど、まあ、和物、音がすごく黒いですね。これからも沢田研二はチェックしていきたいと思います。さあ、間違いないですね。トトのアフリカ、82年、まあ、AOR クラシックですね。これは LP は日本版のやつを持ってるんですけど、アフリカの曲が一番内側のために音がちょっと薄いんですよね。なので7インチが欲しかったっていう、ジャケット付き7インチが欲しかったっていうので買いました。最高です。コモンザ・ライトとジャケ付きをゲットしました。コモンザ・ライト、そしてザ・シックスセンスも収録されております。シックスセンスは DJ プレミアがいい仕事をしてくれております。こちらは2000年の作品でございます。ブレイクボットファンタジーフューチャリングライカゾイド、こちらは2011年の作品でございます。内容はポップでエレクトロで、とても素敵な曲調でございます。ジャケもなんかいいですよね。クレイグ・デイビッドランデブー、こちらはですね、リミックスが収録されております。ブラックスミス R&B ラ・ラブーというリミックスの方をよく僕はかけます。他にも2ステップのリミックスも収録されております。カニバス How We Roll、 こちらは10年以上前に洋服屋さんで買い物をした時にエクスクルーシブなミックス CD をいただいて、その中に収録されていたこの How We Roll という曲がずっと探しててやっと手に入れました。プロデュースが DJ クラーク・ケントなんですけど、この DJ クラーク・ケントのリミックスとか作品今頑張って集めているところです。 I never freestyle for free with DJ Nesty That's Funk
こちらは 80s だったりファンクのメガミックスになっております。これ1枚あればパーティーできます。 GTS フューチャリングメロディーセクストンスルーザファイヤー、こちらはチャカカーンの名曲スルーザファイヤーのハウスカバーでございます。これは僕にとってはとても思い入れの深い曲でございます。今から20年以上前、中学生ぐらいの時に初めてこれを聴いて、でその後カニエ・ウェスト のスルーザワイヤーを聴いて、そしてチャカカーンの原曲までたどり着いたっていう、そういう思い入れのある一枚でございます。グループスプレッドマイウィングス、こちらは89年の作品です。まあ DJ 始めた時にいろんなミック CD とかを買い漁ってて、よく R&B のクラシックミックスには大体入ってるクラシック中のクラシックでございます。ジャケ付きで手に入れました。紹介動画は以上になります。これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。それでは皆さん、ファイナル。